やっぱ信長はファーストペンギンなんですよね、うん、秀吉は一言で言うとアイデアマン、家康は僕は凡人だと思ってます。考えてみたら今川にとって大事なのは駿河の国なんですよ、うん、武田にとって大切なのは甲斐の国、うん、で上杉は越後の国、うん、ところがそこに信長は天下っていうのを持ってきちゃったんですよね。ある意味天下って新しい概念みたいな感じなんですか。そうです。なるほど。天下布武って誰でも分かるでしょ、うん、俺の武力で日本を一つにするんだ、うん、経営理論でいくとセンスメイキング理論っていう、会社の経営トップの仕事ってのはまさにその腹打ちのために我々はこういう世界を目指すんだっていうことをそっかそっかきちんと伝えるわけですね。例えば最近だとソニー、信長が旗印に天下布武という言葉を使ったのは、はい、歴史研究者ならずとも歴史好きの人はみんな知ってるじゃないですか、はいはい、でもそれでおしまいだったんですよ。でところがこれがいわゆるその企業理念というもので、はい、っていうことを入山先生に教わったんですよ。でその時に現代のまあやっぱり素晴らしいと言われるような会社は自分のその会社のビジョンを明らかにし、はい、しているんだと。そうですね、うん、それは経営、まさにこの経営理論でいくとセンスメイキング理論っていう、うん、カール・ワイクっていう、まあ、ミシガン大の、まあ、組織心理学者が言い出して今世界中の経営学で使われてるんですけど、まあ、一言で言うと腹落ちの理論なんですよね。人間ってやっぱり本当に納得しないと行動に移れないので、何のために自分はこれをやるんだという腹落ちがすごく重要で、でまあ、会社の経営トップの仕事というのはまさにその腹打ちのために我々はこういう世界を目指すんだっていうことをそっかそっかきちんと伝えるわけですね。でそれを伝えると腹に落ちた社員は現場は当然そのいろんなことが起きてるわけですけど、そこであうちの会社はこういうのを目指してんだよな、じゃあこういう行動は理にかなってるけどこういう行動はやっちゃダメだなみたいな、そういう判断ができるわけですね。でもうこれグローバル企業は大体やってるんですね。例えばユニリーバーなんてもうすごい徹底的にやってまして、ポール・ポールマンっていうちょっと前までやってた CEO なんかもう本当にそういうことをずっと語りかけるんですよね。と世界中の百何十カ国にあるユニリーバーの社員がそれをやっぱ感じながら動くので、結果的に今会社全体が強いっていう。でだいぶ日本も変わってきて、例えば最近だとソニー、うん、ソニーの平井さんっていう方が経営改革されて、はいね、もう平井さんが社長になるまでもう潰れそうだったわけですけど、彼が改革されて今やもうソニー大復活して世界超一流企業になってるんですけど、やっぱりその時平井さん何度かお話伺ってると、彼が言った言葉は感動なんです。なるほど、まあ、信長の天下布武みたいなやつを平井さんは感動で、うん、もうとにかくソニーは感動の会社なんで感動を生むんだっていうことをずっと言い続けて、もうしかもソニーってグローバル企業なんで英語でも話す必要があるわけですけど、エモーショナルとか言わないですよ、うん、もう感動っていうそのまま言うんです。あ、エモいとも言わないんですね。言わないですそうエモいとも言わないんですよ。そうですか。もうソニーのイベントだと KANDO で感動っていうのをつけてグローバルイベントやって、なるほど。で問題はそれを必死になって説明して体感してもらうことで、あ、これが感動なんだなって分かってもらうっていうのを徹底的にやったんですよね。なるほどね。それでソニーが結構僕は復活した最大の理由だと思ってまして、やっぱり信長もそういう意味では天下布武っていう言葉を、まあ、ビシッと決めたのが大きいっていうことなんですか、ね、僕はそう思ったんですよ。いやだから天下布武っていうことに、はい、まあ、言ってみれば旗印をねもうただ作ったっていうだけのことなんじゃないのかなって僕は考えもしなかった。それで例えば武田信玄 の孫子の旗があるじゃないですか。風林火山ですね。風林火山、はい、あれだって、まあ、そこそこね立派なこと書いてあるんだけど、それよりも何よりも天下布武って誰でもわかるでしょ、うん、でも日本を一つにするんだ、俺の武力で日本を一つにするんだ、うん、いうことだったらうわすげえって思って、うん、で逆に言うと僕は信長っていう人は天下を取れたわけだけど、はい、それまでの戦国大名って考えてみたら今川にとって大事なのは駿河の国なんですよ、うん、
だから、武田にとって大切なのは甲斐の国、で上杉は越後の国、だから国単位なんですね、一つ一つの国を守る、ところがそこに信長は天下っていうのを持ってきちゃったんですよね。ある意味天下って新しい概念みたいな感じなんですかね。そうです。なるほど。だからもしかしたら信長が成功できたのは僕はその価値の変換、それができたからだということを今言ってます。もうまあある意味天下っていう新しい概念を作って、もうみんなが考えるとは全然一段違うとんでもないビジョンを提示しちゃったっていう。それはあの日本史上初めてなんです。で考えてみると信長秀吉家康っていう流れをそれで捉えることもできる。面白い。だから信長は途中で本能寺やられちゃいますよね、秀吉はだから